ハムナイスゲーム、井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はですね、ガンブレフェス、水曜日開催のこちらについてご紹介したいと思います。まずですね、登場機体スタービルドストライクガンダムとガンダムエクシアダークマターというね、この2体です。まあ、非常にね、好きな作品のですね、モビルスーツになりますので、ものすごく嬉しいんですけれども、まあ、スタービルドストライクガンダムが、あれですよね、イ・セイ君とレイジ君の機体ですよね。でダークマターが、名人川口のちょっと洗脳されちゃってる状態の機体になってると思うんですけれども、まあ正直ね、この2体がここで来るっていうのも意外や意外でしたね。1周年記念の1ヶ月前っていうところで、これはやられたなって思いました。もう本当に、ただとても嬉しいです。でスタービルドガンダム、スタービルドストライクガンダムからですね、まず紹介というか、まあ武装についてですね、今回は予想しようかなっていうところなんですけれども、スタービームライフル、こちらの方がですね、シールドとね合体させてこう使うような、武装がありまして、ディスチャージライフルっていう、ディスチャージライフルモードかっていうのがあるんですけれども、これによってより一層高出力のね3段に変質させるような技がねありますんで、これエグスキで表現されるんじゃないかなっていうところ。そしてですね、もう一つがですね、まあ、たくさんの方がね予想されてると思うんですけども、プラフスキーウィング、ディスチャージスピードモードの時にスタービルドストライクがパワーゲートを通過することで展開される粒子の翼、ちょっとね V ガンっぽいんですけれども、これによって機動力も発揮できて、その翼でね、その翼から放出される粒子で攻撃することもできるっていう、これはちょっと貫通高めの威力がちょっと抑えられてるような、技になってる、技というかエグスキーになっててもいいのかなというところですね。でもう一つがですね、ビルドナックルですね。名前はすごくねシンプルな名前なんですけれども、まあ、この作中でガンダム X 魔王のね、超最強必殺技に匹敵、まあそれ以上に強いって言われてる技になりますね。これも注目かな。RG システムを発動させたエネルギーを腕に集中させて相手を殴るっていうね、まあ、かなりシンプルな技なんですけれども、もしかしたらゴッドフィンガーのような威力 A プラスのエグスキーになるんじゃないかなというところでね、かなり注目しております。以上がねスタービルドストライクガンダムってところですね。はい、続いてですね、こちらみんな大好きエクシアのね改良機、ガンダムエクシアダークマターですね。もうこれは絶対強いと思うんですよ。もう名人川口が乗ってる機体なんで間違いないと思います。でこの中、これすごい装備多いし技もめちゃくちゃ多いんで、もしかしたらパーツ特性よりもそのエグスキ特化でいろんなのに分けて使えますよっていう、こうそういう楽しみを詰まってるような、そういう楽しみが詰まってるような機体になるんじゃないかなっていう機体ですね。まあ、注目パーツなんですけれども、これね脚部、まあ、腰にマウントされてるんですけども、ブライニクルブレイドと、あとプロミネンスブレード、本当は逆で紹介した方が良かったのかなと思うんですけれども、炎と氷のその属性を持つ剣がなんか RPG みたいなんですけれども持ってるんですね。これを使ってとてつもなく強いエグスキーを出してくれるんじゃないかなと、まあ、強いだけじゃなくてね、もうとてもド派手なエグスキーを出してくれるんじゃないかなっていう、やっぱり僕の中でなんですけども、ガンダムブレイカーモバイルにはスマホを超えたもうそういうエフェクト、エグスキーのエフェクトの演出があったらもう本当にいいなと思うんで、それをついついね求めてしまう、まあ、強さというよりかっこよさですね。もうこれはかっこよさになってしまいます。もう昔動画で見てたね方でね、最高より最強さんって方がいたんですけれども、僕はその気持ちよくわかるんですけれども、今はね最強より最高ですね。最強の技よりも最高にかっこいい技が見たい。だからこの足パーツにつくんであろうこのプロミネンスブレードとブライニクルブレード、こちらのね2つに注目したいと思います。そしてですね、
ットランザムシステムもありのダークマターブースターですね。これもね、もうこのエクシアダークマターならではの装備です。セパーツになる、バックパックパーツになると思うんですけれども、これがねなんか獣みたいな形になって、そのなんて言ったらいいのかな、ドローンというかビットというか、まあこうちっちゃいね、別のこう何かになって攻撃するような技になってるんですね。これがこのダークマターの一番のこう特徴っていう風に紹介されてます。まあ、これがすごいオリジナルパーツで装備されているというところで、まあ、エクシアのね、あのこの真っ白な機体を真っ赤に、そして黒く内装もこう揃えた、こういった素晴らしいね、うん、もう悪役ぶりをね発揮してくれてるダークマターブースターの、ダークマターブースターじゃない、ダークマターのダークマターブースターがね注目ポイントです。これも相当やばいと思います。絶対強い。うん、例えばこう離脱して離れてくこうものになるんで、そうですね、格闘系のファンネルみたいな、うん、ここでもまた出てしまうんですけれども、ムーンのねサイコプレートみたいな感じでめちゃくちゃ強いんじゃないかなと。僕最初ムーンはね本当にねあれなんですよ、こんな強い機体を出してくるとは何事だと思って、もう本当にやばいの来たぞと思ってめちゃくちゃ欲しかったんですけど、まあ出なくてですね、もううまいこと出なくて、うん、交換で、ゲットしたんですけれども、その後にね、2本ぐらい出ましたかね、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。もうこれはねやっぱり格闘系の遠距離攻撃ってこのゲームではかなり貴重になるんで、そうですね、あとグシオンリベイクの盾もいいですよね。もうたくさんの方が言ってるんですけれども、やっぱりあの遠距離に届く格闘攻撃ってかなり貴重になりますので、このダークマターブースターもそういったものになるのではないかなと。でなおかつ持続的に攻撃してくれる、そういった、そう、継続して攻撃してくれるようなエグスキが見れるんじゃないかなと思っております。そんな感じでしょうかね。うん、以上がですね今回の、ガンブレフェス、注目のパーツというかね、エグスキ予想でしたね。もうこれは完全にエグスキ予想でございました。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。